はい、皆さん、こんにちは。今日はね、ポルシェ992ですね。そろそろ後期来るんじゃないですか、いつですかね、みたいなね。コメントいただくことが何回かありましたんまあ、一応で。私の中でキャッチしている情報とね、正規ディーラーの営業担当の方からお伺いしているような内容もね、の中の範囲ですけど、ちょっと整理しながら皆さんと共有していきたいなと思います。ハイキューに、前期型と言われるですね。こちらがデビューしたのが、2018年の、11月28日ですね。これは LA のモーターショーですね。こちらで大々的にデビューしたというのが、そうですね。今から、4年前になりますかね、もうね。時間経つの早いですね。はい。で、いつも通りであればですね、そろそろ来るよね、みたいな感じなんですけどね。4年経って、なんですけれども。ただ、現在のね、992の、ドット1ですね。前期型の生産状況がね、というか、流行病の状況でとかね。ウクライナとロシアのね、戦争というところが長引いているというところで、部品がね、供給できないようなところで、生産が、状況が芳しくないと。実際にですね、992の、現行ですね。オーダーストップという形になっているのが、カブリオレとタルガですね。遅れる、もしくは、992型については後期がね、スキップになるか、みたいなわからないですけど、遅れるのは遅れるだろうなとですね。いつも通りだったら、予告動画がね、公開されるんですけど、それもまだ出てないような状態なんで、遅れる、スキップってのはないと思うんだよね。多分遅れると思うんだけど、どんくらい遅れるかって話だよね。991型のね、デビューのね、時をちょっと振り返ってみたいなと思うんですけど、ですね、991の後期型ね。これはね、2015年の9月の7なんですね。はい。だったんですよ。2000後期型はね。991の後期はね。で、その前の991の前期型ね。は、2011年の8月23なんですね。はい。で、4年、1ヶ月ぐらいで、ね、経って、後期型がデビューという形になっているんですね。で、今回の、後期、992については、状況が全然ね、991の前期後期とはね、生産状況というか、世界情勢が全く状況違うので、991の前期後期とは参考にならないんじゃないかなというね、状況は全然違うんでね。なので、991の前期後期のリリースのタイミングを見てると、2022年の12月みたいな、1ヶ月遅れなんで、ということも考えられなくもないですけど、クリスマス休暇入るんでね、それはないかなと思うんでね、もう12月は。遅れるっていうのが、やっぱ濃厚だなっていう感じはしますね。じゃあ、どっから来るかって話なんだよね。そら、どこで言うと多分、ここの1月、12月、1月っていうのを逃すと、おそらく結構先になっちゃうんじゃないかなと思いますね。来年の夏から秋にかけてみたいな。そうね、2023年の9月とかね、911の日とかね、そっちの方まで遅れちゃうのかなっていう、遅れる場合ね。はあり得るかもしれないですね。多分ね、スキップはないと思うんだよね。飛ばすってことはな分ない。ポルシェの、今までのね、なんていうかな、その頑固なね、ところがね、あるんでね。まずね、飛ばすってことはないと思うんだな。なので、遅れるんだろうね、と思いますね。で、どんくらい遅れるかっていうと、ここの、年末年始を来ない、何かしらね、情報がね、出てこないってなると、多分半年以上遅れる。来年のね、後半とかになるんじゃないかなっていう気はしますね。
はい。まあ、一応、今、収集できる情報で、言うと、まあ、そんくらいになるんじゃないかなっていう気がしますね。はい。まあ、もしかして、サプライズでいきなり来るかもわかんないけど、それもあるっちゃあるかもしれない。いきなりポルシェはサプライズ得意なんで、ポルシェはサプライズ得意だからね、こう、送られるとかね、スキップとか言っといて、いきなり普通にラジオ作るみたいなね、11月で、いきなりクリスマスプレゼントボンみたいなね、言うんで来るかー、みたいなね。で、みんなね、なんか、あっけらかーみたいな感じ、みたいな感じになるのか。たまに来るからね、ポルシェね、たまにやるから、まあ、それだ、それでね、びっくりって感じなんだけど、ただそれでやると、あれではね、その今、オーダーされてるお客さんたちね、たくさんいらっしゃるんで、まあ、その方たちをどういうふうにこう、ね、こう、納得いただくかっていうところだよね。まあ、彼ら S からね、まあ、後期といっても彼ら S からだと思うんで、ベースの彼らとか GTS とかね、は、まあ、前期型に乗っ取って、かなりもっと遅れるんだろうと思うけど、まあ、彼ら S から投入という形になると思うんですけどね。うん。まあ、彼ら S はね、もう結構長いからね。あんまりこう、なんていうかな。そんなに、ないかなっていう感じするけどね。彼ら S から出すんだったらね。なので、まあ、その辺はね、サプライズで来月来るか、それとも遅れるか、どっちかかなっていう感じですよね。はい。というところで、ね、992のね、攻撃型いつ出るんでしょうかねっていうのね、何回かね、コメントいただいたので、ちょっと私の今ね、キャッチしている情報とかをまとめてみました。はい、面白かったと思う方は、グッドボタンと高評価ボタンで、アクションしていただいて、まあ、チャンネル登録ね、方は、ぜひともチャンネル登録をお願いします。以上です。